こんにちは、さゆたかさん、はい、7月31日まであともう2週間となってきました。そうだな、はい、トレードの期限、そして育成選手が支配下になるまでの期限。好きやな、本当にな。そうなんです。まあ、中日はな、はい、松木イラが最後の支配下ということでね、はい、そうなんです、まあ、勝ち取ったけどもね、はい、もう枠は使い切りました。まあ、そうだね。残り11球団はまだ支配下の枠は空いています、はい、でその支配下の期限もそうだし、トレードの期限も7月31日です。ということで豊さん、はい、ズバリトレードなども含めて7月31日までに動きはあるのかということを考えていただきます。まあ、なんかありそうな感じもするけど、うん、大きな動きっていうかさ、そうなったらそうでもないのかなっていうような感じはするけどね。ただ去年は実はこの7月に3組成立しているというので、はい、やっぱりこう終盤になるにつれてバタバタバタという動きは大きくないけれども、小さい動きかもしれないけど、なんかありそうな予感はありますよね。まあ、なくはないけどな、うん、まあ、例えば DeNA の太田、はい、うん、とかは、まあね、他行っても十分できると思うし、うん、まあ、あってもいいかなっていうふうには思ってるけどね。ただ変える相手と釣り合いを考えるでしょ、みんな、はい。まあ、そうなってくるとなかなか成立しないけども、うん、いや、じゃあ金銭でって言えばさ、成立をする、うん、まあ、球団は多分あると思うんだけどもな、うん、今そうなってくると、じゃあ太田大志選手、外野手を優勝に向けてほしい、うん、もちろんあのこの未来に向けてほしいという球団っていうのは、うん、外野手欲しいところっていうのはありますか、球団的に。前回は同一リーグ、パリーグ同士だったんですけど、まあ、例えば楽天とかね、はい、まあ、辰巳と小郷がライトとセンター、はい、レフトに右がいるといいよな、打線的にもいるといいよな、はい、そしたら誰と変えるよっていう風になってくると、うん、誰やろなって思うよね。 DeNA としては例えば誰か中継ぎとかいけるようなピッチャーと変えてほしいというね。藤平か、あ、楽天から。そうだな、うん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 、変えないか。いや、分からない。でも横浜高校だからさ、あ、地元に帰ってくるという意味でも出そう思うよ、相模だけどな。そうですね、どっちも関東だったってそうだね、神奈川なんだよね。うん、まあまあ、そういうのもありかなっていうのもあるよね、うん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 、あとはチームとしてここのチーム優勝に向けて今補強をこのポジションでやっといた方がいいよ、動いた方がいいよというチームありますか。まあ、ソフトバンク、はい、万全で行くとしたら左一枚もう一枚欲しい、うんうん、ピッチャーを。もうそれはもう贅沢な話だからさ、はい、まあ、そんなことはもうどうでもいいしな。まあ、オリックスオリックス、はい、オリックスもね、状態みんなが良くなってきてるんだよ。そうですよね。だそんなにいらないんだよね、うんうんうん、キャッチャーもいるし、はい、なかなかいらないんだよね。ただソフトバンクから下にいる野手だったり欲しいですっていう他球団、うちじゃあちょっと左のピッチャーにいますけどって釣り合うんであれば、そこもなくはない。セリーグとソフトバンクっていうのはありますかね。なくはないけど、うん、左が余ってるところってないもんな。貴重っちゃ貴重ですもんね、どこも。まあ、余るとか余らないというよりも、やっぱ出血をしてもこういうバッターが欲しいっていうのは、うん、まあ、広島はやっぱ長打が打てるバッター欲しいだろうな、うん、そうなんですよね。聖火連選手が今いないだけに、うん、だけど、じゃあ出てる選手が物足りないかって言ったら、うん、素晴らしい選手たちが出てんだよね、うん、特徴を持った、はい、長打の代わりに足があるとかさ、はい、なんかすごくいい選手たちが守ってるのはなかなかね、うん、それは難しいと思う。難しいか。じゃあソフトバンク、オリックスは現状維持で良さそう、うん、でロッテはどうでしょうか。もう9ゲーム差でソフトバンク追っかけていって、下からはオリックスが 4.5 ゲーム差で来てます。難しいのはさ、うん、中村、うん、はい、サードにコンバートしさ、最近打ち出してきてるんだよね、はい、ホームランも出るようになってきて、うん、だからここら辺はやっぱり信じると動かなくてもいいよ。でまあ、二遊間も育ってきてるし、はい、あ、一塁は外とか上田久斗とか、うん、まあ、上田久斗は怪我したけども、まあ、いるんだよね、はい、だから特段いらないんだよね。そうか。ピッチャーもロッテとしては大丈夫、まあ、大丈夫って先発が欲しいけどさ、うん、先発出せる、出せないですよね。だろう確かに。だからそう、難しいよ。中継ぎがあったとしても、そう、本当難しいんだよ。難しいか。で先ほどもお話しあった楽天は外野手がいても、はい、うん、まあいいかなと思う、ね、いいかなと、うん、
あと日本ハム、西武、ちょっと日本ハムが、日本ハム中継ぎは取れるといいけどな、ね、ちょっとね疲れてきてる、まあ、変則でもいいからさ、うん、取れるといいなっていうような感じはするよね、うん、そうですよね。となると日本ハムがもし中継ぎが欲しいとなると、もちろんその野手を他球団にあげるというか、まあ、野手になるだろうな、なりますよね。そうですよね。ってなると、まあ野手もねたくさん、まあでもファームにアリゾナとか、はい、野村とか、はい、まあいいのいるよね、うんうん、野村選手、まあね、下でホームランとかも今打ってますけど、なかなか一軍に上がるとチャンスがないというか、まあ、チャンスはもらってるけどね、本来はそうなんですよね、うん、だからそういうことを考えると、まあ、アリゾナとか梅林とか、うん、まあいい選手いるから、うん、まあ、そういうことを変えるとか、うんうんうん、アリゾナとかもう本当にポジションが被っちゃってるから、だからなかなかこうチャンスという意味ではね、相当打たないともないです。そうですよね。あと、ま、松郷選手が帰ってきたので、その分浅間選手がまただったりとか、あと今川選手とか、まあ、今川名前が代打だよ下の、そうなんですね、見てると代打、うん、あ、まあでも北海道のスターだからな、まあ、地元なのでね、それはあるんですけど、スターと言っていいのかどうかわからないけども、はい、まあ、地元が生んだね、うん、プロ野球選手だからさ、うん、まあ、なかなか難しいかな。まあ、あと西武ですけど、はい、まあ、西武は今期トレード2個成立させてますけれども、まだもう1回ぐらいどうでしょうか、あるのか、まあ、動いてもいいと思うよ、激しく動いてもいいと思う、うん、やっぱトレードっていうのは緊張感もあるしね、はい、だからいいと思う、うん、その場合は野手ということに、欲しいのは野手、ピッチャーはいいよな、もうな、うん、まあ、ピッチャー勝てないピッチャーもいるけど、はい、まあまあ、とりあえず野手だよな、うん、野手をどこかで補強したいよね。そうですよね。それやっぱりあの打てる捕手っていうことですか、例えば小技効いたりとか野手、はい、中距離一発、まあでも DeNA はねいっぱいいるし、うんうん、まあ、広島にもいい選手たくさんいるよ、うん、なんでね、うん、まあ、阪神もおるな、うん、いますよね、いる、そうですよね、ヤクルトも野手に関してだったらいるし、うん、だからそういう意味ではもう本当は目つけて、はい、誰と変えるってピンポイント決めたら、うん、まあ、それなりのトレードはできると思うけどな。うん、そしてセリーグなんですけれども、はい、実はセリーグで補強などした方がいいチーム、補強を考えそうなチームというと、まあ、どこもね団子状態なので抜け出したいと思います、ね、まあ、でも DeNA はフォードというさ、うん、外国人をね、はい、まあ、獲得したりだとか、うん、まあ、してるから、まあ、巨人もそうでしょ、外国人、はい、いやだからそんなにいらないと思うんだよね、うん、もう巨人 DeNA に関しては、うん、動かなそう、そう、まあ、そうだね、まあ、話があれば考えますよっていう、うん、こっちから積極的に動くっていうことは多分ないと、ない、あ、相手から来ればっていうことなんですね、考えますよっていう体ではいると思うけども、うん、でもこっちが動いてどうのこうのっていうことは多分ないと思うね、今のところ、まあ、相手側から野手欲しいですというふうに来た場合、うん、DeNA だったらじゃあ野手出す代わりにそちらのピッチャーいただけないでしょうかみたいなことになって、いや向こうからこのピッチャーいるけどもっていうふうな打診の入れ方がある、ね、あ、そういうことか、うん、巨人は特にじゃあもう野手はいいとして、あのピッチャーも、まあ、そうだな、まあ、とりあえず動かないでおこうっていうような感じじゃない、うんうん、まあ、あと広島阪神なんですけれども、広島もなんかこうトレードするイメージがあんまりないというか、まあ、そうだな、うん、まあ、イメージがね、まあ、本当は長打の打てる野手が欲しいんだけども、はい、なかなかそういう選手も出せないでしょう、うん、だそうなってくるともう生還するかなという感じがするけど ね、例えば日本ハムと広島でピッチャーと例えば野手のこう、ね、トレードとか、もうあれですかね、ちょっと現実味がない感じですかね。まあ、そうだな、難しいんだよこれね、うんうんうん、やっぱ釣り合いを考えるからさ、どうしても、はい、うん、で考えていくと、まあ、それ相応の選手は出さなきゃいけないって思うと出せないだろうなっていう、どっちかの球団になってくるんだよね。確かにそうです、ね、だからまあ日本ハムっていうのは選手が育ってきて、うん、優秀な選手って言われる選手たちが、はい、またオールスターも経験するよね、はい、そのくらいの選手を動かさないと、うん、やっぱ無理だよ。だって来たけど使えませんみたいな経験もありませんじゃさ、うん、後半に向けての戦力としても考えにくいじゃない。そうですよね、うん、だからなかなかやっぱ難しいよね、まあ、ただカープ
ークは今レフトが結構日替わりになってたり、大森選手だったりウグサ選手だったりとか、レフトが非常にこう、まあ、聖カネ選手がいないだけに辛いのかなっていう感じもしないでもなかったので、レフトって言うとなんか日本ハム いるけどさでも出せるかっていう。そうか。でピッチャーも先発は出せないよね。ああ、もう出せないよね。栗出してくれるかって言ったら出さないよ、ね。森下出してよみたいな。無理って無理でしょ。そうですね。そうだろ。野村そしたらな、いや無理か。いやそのぐらいだったら、うん、日本ハムの中にもたくさんいる。そうなのか。もうそれはもう全盛だったらね、うん、それはもちろん違うだろうけども、うん、広島の中でもまだ今年投げてないって、うん、ファームにくすぶってるって、うん、いう風になってくると、やっぱり日本ハムだって、ね、いるもんピッチャーは。そうか、難しいか。うん、あとは中日、ヤクルト、阪神もそうですけど、うん、まあヤクルトはやっぱピッチャー欲しいよな。足りてないですね。で中日はね、まあ、地味だけども、うん、ああやって接戦をするんだったら、うん、走れる選手が欲しいな。そうですね、ここに来てダイソーいるんだけどさ、うん、走らないんだよ。走れないのかどうか分かんないけど小田選手ですかね、中日は。だからまあ一本の長打でチョークホームインっていうのはあるかも分からないけども、やっぱり1点差ゲームでやっぱこう走ってくれる勇気があったりとかする選手、うん、和田なんか面白いけどね。ロッテのですか、うん、おお、和田練習。いやもうね、うん、入れないよなかなかあのメンバーの中に。そうか。まあ荻野いる、角中いる、はい、藤原戻ってきた高部がいる、はい、岡選手ポランコいる、はい、あ厳しいですね。いや厳しいんだよ、厳しくなってんだよ、うん、で高部もね、守れるし、岡も足が速いから守備範囲があるでしょ、うん、もうそうなってくると守備固めっていうのもいらないんだよ、うん、で藤原っていうのも足速いしさ、はい、もうそうなってくると和田が浮いてくるんだったら、うん、もう和田と誰かを変えるとかさ。中日そう、あそっかそっか、うん、そしたらもう1点差ゲームの時が多いから、はい、和田なんか中日に来たら輝けるような選手になると思うけどね、うん、貴重なね1点入れられそうですもんね。まあ、そうだね、確かにそうですね。でもロッテも外野手っていうのは本当に優秀な選手が多いから、うん、和田なんかくれたら本当に中日は1点取るときにダイソーをくれるけどね、はい、和田は。ですよね、ずいぶん、まあね、楽になるというか。まあそうだね、1点がね、そうですよね。あとは支配下の枠なんですけれども、はい、例えば阪神、高橋遥人投手が現在育成というところで、はいはいはい、まあ、手術ももう終わって復帰というところでのおそらく支配下になるんじゃないかとも言われていますが、このあたり、この支配下の人数 この、ね、ギリギリまで皆さんこう思惑というのがあるのか、なかなか最後埋めてこないっていうのはあるんですけれども。そうだな、うん、だからまあどういう状態なのかね、うん、わからないけども、3箇所でしょ。3箇所か。そうか。どのぐらい状態が戻ってきてるのかっていう、まあ、状態次第じゃないの。これそれはもちろんね、うん、状態が良ければね、もう一軍にいるだろうし。もうちょっと早く。いやいや、本当に。うん、まあもう投げれるような状態だけども、まあ、上がってこないっていうのは、うん、まあ何かしらまたあるのかもわからない。これ7月31日までにもちろん支配下にならなければ今シーズンの登板はもうないわけで、もしこれ投げれるというふうになればギリギリのところで支配下っていう、そこら辺の見極めですか。まあ、それはしてくるな、良ければね。これ高橋遥人投手を7月31日までに支配下したら今シーズン一軍で必ず1回をやっぱり使いたいというふうに思うからっていうことですね。いやそりゃそうだよね、うん、いやそりゃ見てみたいでしょ。ですよね。で試しもしたいしな、うん、まあ、だけど無理はさせないと思うよ。そうか、まあ、無理はさせないって言うけど今までも無理させてないと思うけども、うん、状態がわからないだけに何とも言いようがないな。そうなんですよ。なのでまだこの時期までに支配下にしてないっていうことは何があるのかなっていうのをすごくこう思ってしまいますよね。今シーズンのもう登板じゃなくて来年でいいというふうに見据えているのか、他に何かを待っているのか、枠を開けたい何かがあるのか。まあピッチャーはいればいるほどね、うん、楽は楽だけども、だけどまだ頼らなくてもできるっていう判断であれば、うん、ちょっと置いとくよねやっぱり。まあそれもしょうがないよ、うん、この時期。まあね、中日はいち早く支配下を埋めたんですけれども、うん、結構まだこの期限まで2週間というところでも支配下の登録人数を埋めてこないっていうのは各球団どういうことでまだ埋めてないっていうことなんですかね。どう
うやろうな、まあ、それに値するような選手はいないという、うん、まあ、予備のために取っておくっていうね、まあ、そういうことだと思うよ。そんな無理してさ、うん、支配下にさせなくてもいいよ、うんうん、枠があるからって無理やりねじ込むこともないよ、うん、やっぱその実力に合った環境にいてくれた方がいい、うんうん、あとはギリギリまでトレードがあるかもしれないから、はい、枠を一つ二つでも一応開けて保険というか開けておくというそういうことも考えられます。まあそれはそうだよね、1対2っていう可能性だってあるわけだし、うんうんうん、そういう意味では余裕があるんだったら開けときたいよね、どの球団もね、はい、だからまあ中日はやっぱりその余裕がちょっとなくなってんだろう今、うん、なので埋まった、うん、だから埋まっちゃったんだよね。あとやっぱりその先日あったそのソフトバンクのトレードも、はい、そのやっぱりこの支配下の枠を開けたかったからというかそういうのもまあ言われてますけれども、そういうことも今後のトレードとしては出てくる可能性もあるんですかね、支配下開けるために。でも失礼な言い方だな、うん、まあそうなんですよね、言ってしまうと、うんうん、まあでも球団の方針だとか、うん、やり方だからね、うん、そういうやり方がなくなるとは思えないけどね。そうですね、まあ、考え方とすれば柔軟だよね、うん、まあそうですよね、うん、あのルールにはのっとっているので、まあ、そうですね、ですよね、まあ、7月31日まで2週間、はい、まあね、あの速報で豊さんがいつでも取れる準備、朝早いないつも朝3時頃とかに記事上がってきますね。いや、この前でも8時前だったと思うよ。まあ、前でした。そうでしょ、撮ったのがね、うん、はい、そうです、そうです。いや、だからもう大変なんだよ。そう、なかなか日中、お昼に発表とかってないんですよね、夜中とか。夜中こそっとな。そう、そう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 、なので大変ですよね。そうだな、はい、でもあの豊さんもね、いつでも万全、あのすぐそこを撮れる準備はいつでもしているので。バッグの中に三脚を持たされましたよ、スタッフスタッフが、とうとう、とうとう、とうとう、これ持っといてください、いつでも取れるようにと。そうなんです、まあ、一人飯もやってくれるこ これ三脚立ててって、いろいろ要望は来ていますが、そうそうそう、あと2週間動きがあるのか注目です。はい。